ジョシュア・パトリック・アレンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ファイアーボー出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。現在、NFL のバッファロー・ビルズに所属している。2018年に NFL ドラフト1巡目全体7位指名で、ビルズに入団した。入団当初は、ネイサン・ピーターマンの控えだったが、先発に昇格した。2年目の2019年には、 10勝を挙げて、ビルズをプレイオフ出場に導いた。アレンはカリフォルニア州ファイアーボーにある1200ヘクタールのコットン農場で育った。高校時代は、スポーツの傍ら、農場の手伝いや母の経営するレストランで働くなどした。2018年の NFL ドラフト一巡目全体7位で、バッファロービルズに指名され入団した。当初は、AJ マキャロン。 ネイサン・ピーターマンとの先発の座を争う3番手、QB であったが、マキャロンがトレードで、オークランドレーダースに移籍した上、ピーターマンは開幕戦のボルチモア・レイブンズ戦で、パサーレーティング0.0を記録したため、第2週の対ロサンゼルス・チャージャーズ戦から、先発 QB に起用された。第6週のヒューストン・テキサンズ戦で肘を負傷し4試合欠場した。 この年は11試合に先発し5勝6敗という成績であった。レギュラーシーズン A 第17週のマイアミドルフィンズ戦の最初のプレイはアレンが WR に並んでいてボールがデビン・シング・タリーに直接スナップされたためこの試合はアレンの q b スタートとしてカウントされていないポストシーズンありがとうございます。